昔大乱れた毛は、キクラゲ目の昔大乱れた毛族に属する、キノコの一種である。小実体は初めは歪んだ、半球状をなし、荒毛に覆われ、発生気質の樹皮を破って現れるが、次第に半円形ないし、貝殻状の傘を張り出し、通常は柄を描く。傘は、長径3から8センチメートル程度、円は、やや鋭いかあるいは、丸みを帯び、 表面は粘性をかき、太くて柔らかく粗大な毛に覆われ、時に不明瞭な同心炎上の甘味噌を生じることがあり、はじめは乳白色内視肪はクリーム色を呈するが、古くなると桃色あるいは高褐色を帯び、乾燥すればくすんだ褐色に変わる。肉は傘の基部においては、やや厚いが、周縁部では薄く、煎獣は、 クリーム色で、やや弾力のある硬い肉質ないしゴム状肉質、傷つけても変色することはなく、時に不明瞭な年輪状の模様を表し、乾燥すると小さく収縮して硬い硬質になると、共に合片し、味や匂いには特徴はない。傘の仮面の史実創卓は、所々で途切れ、あるいは横脈で連結された疎い膝状をなし、傘の表面とほぼ同色。 個々の膝は厚く、その縁は、やや鈍く、丸みを帯びる。方子紋は、白色、方子は、卵形、無色で薄壁、要素溶液で染まらない。短式ははめは、刀根棒状であるが、後に横に走る一枚の隔壁を生じ、刀卵形内脂防水形の上位端式と、太い刀円水状の下位端式とに分かれる。さらに、上位端式は成熟すれば、 縦に走る隔壁となる。海端式の基分には稀にかす連結を備える。シスチジアはないが、無色、薄壁で、下流状の内容物を含んだグレオシスチジアと、細い菌糸が多数より合わさったタバトが端式の間に頻繁に混在する。端式及びグレオシスチジアの直下の手術化層は、密に絡み合った細い菌糸で構成される。肉の組織は、 わずかにゼラチン化した菌糸を主体に、やや幅広くて、多少厚い壁を備えた菌糸が混在する。傘の表皮はあまり分化することなく、傘の表面の毛は太くて、硬壁な菌糸が緊密に寄り合わさりつつ立ち上がる。初夏から秋にかけて、紅葉樹の倒木や切り株、あるいは枯れ枝状に発生する。日本では、ブナやイタヤカエデに多いとされるが、時に水ならに生えることもあり。 海外では、カバノキ族、ハンノキ族、ヤマナラシ族などの木の栄にも生じるという。アブクマ産地における生態調査では、ブナ族の切り株に好んで生じ、特に計30から39センチメートルの体型期によく発生するという傾向が報告されている。同族のエルマリーナキャリアレードについては、バイチ上で白色、雲の素状の集落を形成し、 チロシナーゼ活性は認められず、グアヤックに対する定食反応もなく、公壁法師その他の無症生殖細胞を作らないという所見がある。エルマリーナキャリアについてはまた、性的にはヘテロタリックな性質を持ち、2種類の不和合成因子に支配される二極性の後配様式を持つとされるが、昔大乱れた毛については培養所見や後配様式はまだ明らかになっていない。 タイプ標本は、ベトナムで採集されたものである。日本のほかロシア東部、中国、ベトナム及びフィリピン体などにも分布する。日本での最初の記録は、静岡県の富士山を大宮口付近で採集されたものであるが、ブナが豊富に分布する地域では、必ずしも稀ではないとされ、北海道から鹿児島県に至る最終記録がある。従来、 プロトデデリアヒスピダイマゼキの革命で呼ばれ、プロトデデリア族は本種のみを含むとされていた。また、プロトデデリア族に対するカレーベルの分類学的位置としては、ツラスネルラカに置かれたり、白キクラゲ科に含めたりする説があり、あるいはヒメキクラゲ科に置く意見もあったが、後にアポルピウム科に位置づける提案がなされている。なお、加盟として、水晶金化を用いる意見もあるが、 トガとしての概念は、アポルピウムかのそれとほぼ等しい。一方、エルマリーナ族においては、十分に成熟した個実体でなければ、隔壁を生じた特徴的な短式を乱すことができないため、プロトゲデ,デリア族との比較検討が行われることが、なかなかなく、伝統的に、いわゆる、猿の腰掛け類の一族として扱われてきた。例えば、エルマリーナ族を創立したブレセドーラは、 これをデデリア族に類縁関係を持つものと考えていたし、パトゥーヤーは連日族に近い金軍であると推定していた。また、リーバーデンは、古実体の組織の禁止構成に基づいて、大老ミセス族と関連があるのではないかという説を唱えている。このプロトデデリア族がエルマリーナ族のシノニムであることが明らかになったのは1997年のことであり、 イーフォーリーシャパットとイーホロフィア及び昔大乱れた毛がべて同一種であること国際総類、菌類、植物命名規約に規定された先、なンの原則から学名としてはイーホロフィアを用いるのが正しいことがそれぞれ示された。なお、暫定的にキクラゲ目に分類されてはいるが28 エスリボソーム DNA の塩基配列による分子系統学的解析の結果から、キクラゲメ自体が多系統群であるとされているため、分類学的位置づけについては、なお検討の余地を残している。無毒ではあるが、肉は水分を含んだ段ボール紙のような舌触りで、歯切れも悪く、食用には向かない。日本のブナガヤシブンの保護の観点から、本種についても保護を要するとの見方があるが、 具体的な保護手法について検討された例は皆無に等しい。環境庁が作成したレッドデータブックにおいては絶滅危惧愛類にカテゴライズされている。自治体が作成したレッドデータブックにおけるカテゴリーは以下の通りである。ありがとうございます。